常日記ご覧いただきまして誠にありがとうございます。さあ、ひろしの一人ぶらっと旅、おっ、わかりますよね。またまた福岡空港にやってまいりました。福岡空港に来たということなので、またまた飛行機でどっかに行くわけなんですよね。さあ、今回のひろしの一人ぶらっと旅、またここ福岡空港からスタートとなります。それでは今日も元気よく行ってまいります。じゃにー。はい、到着いたしました。皆さん、残念なことに今日は雨です。今日は晴れ男森山、力が足りなかったですね。さあ、今日私がどこに来たかと言いますと、こちらです。わかりますか？はい、大阪伊丹空港に到着をいたしました。今日は残念なことに雨ですので、いつものところでは撮影してません。ここです。大阪モノレール、大阪空港駅で撮っております。モノレールに乗ってある場所に行きたいと思います。今日の大阪ですね、めちゃめちゃ寒いです。さっき温度を見たら14度。14度、よかった、長袖着てて。なので今日はちょっとですね、残念ですが、ここ大阪伊丹空港からひろしの一人ブラッド旅スタートをしたいと思います。それではスタートです。鈴蘭台駅に到着をいたしました。鈴蘭台駅、これはですね、神戸電鉄だったかな、神戸電鉄の電車に乗ってきました。三田とかしじみとかなんか行く電車ですね。神戸の新開地から出てる電車なんですが、実を言うと、僕の働いてる会社の電車好きの方が、ぜひここの電車を乗ってみなよと言ったので来てみました。なぜかというと、新開地からこの鈴蘭台駅まですごい坂なんですよね。僕乗ってみて初めて体験しました。結構上り坂で登っていきました。全面展望してますけど、全面展望でわかるかなって感じですが、ぜひ全面展望をご覧ください。どんな感じかなって伝わればいいかなと思っております。さあ、森山ひろし、ひろしの一人ブラッド旅、今日はここ神戸新開地から鈴蘭台駅までやってまいりました。はい、
大阪伊丹空港に戻ってまいりました。雨です。やみません。今日はね、実は大阪地方ずっと雨でございました。残念ながら晴れ男の森山博士力及ばずでございます。しかしね、神戸の方行きましたよね。神戸電鉄初めて乗りました。ずっとね乗ってみたいというのもあったんですけど、乗れずじまいで、会社の人がお前乗ってこいよって言って、今日行けたので行きました。本当にね、神戸電鉄楽しかったです。ありがとうございました。さあ、次回このひろしの日常日記、ひろしの一人ブラッド旅、どこに行くでしょうか。お楽しみに。さあ、実は皆様、このひろしの日常日記というチャンネル、ひろしの一人ブラッド旅、鉄道のチャンネル、いろんなチャンネルがありますが、皆さんお気づきになりましたか。実はですね、この番組の最初と最後に可愛い可愛い女の子の声が流れてませんでしたでしょうか。ん？でしょう。実はですね、僕の会社同僚になるんですけど、そちらの、妹さんいらっしゃるんですが、その妹さんの娘さんで、名前がココネちゃんと言います。なんとそのココネちゃんがこのナレーションをしてくれてるんです。ココネちゃん、ありがとう。ね、このね、ひろしの日常日記一緒に盛り上げてくれております。ですので皆さん、これを見た方、チャンネル登録まだしてない方、チャンネル登録お願いします。そしてグッドボタン押してください。僕の動画はね、面白くないとしても、やっぱりね、ココネちゃんのこのナレーション最高でしょ。ですのでぜひね、いいね、グッドボタン押してください。よろしくお願いいたします。これからもね、この番組、ココネちゃんがね、ナレーション声をね入れてくれると思います。ぜひお楽しみに。それでは次回、ひろしの日常日記、どこに行くでしょうか。お楽しみに。それでは今日も元気よく、ここ大阪伊丹空港からお別れとなります。それでは元気で次回お会いいたしましょう。さよなら。あ、戻ってきた。